ボーイズ&メン小林豊の勝手にご当地グルメ開発所。今回のゲストはボーイズ&メン田村喜久です。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。イエイ。はい、田村ちゃん、今回の料理は、はい、じゃーん、きしめん。はい、そしてこちらには野菜をいっぱい持ってきました。イエーイ。田村ちゃん、はいはい、この野菜どうすると思う、蒸すんですか？正解。イエイ。でもなんで蒸すかっていうとですね、この野菜の栄養を全部逃さず食べたいなと思って蒸すんですけども、はいはい、蒸したらビタミンとかもすごく残ったまんま取れるので、夏バテにも効くんです。なので夏のこの季節、ぜひぜひ皆さんこの蒸し野菜を食べて元気に乗り越えましょう。イエイ。はい、というわけでレシピ皆さん作ってみてくださいね。よろしく。